様、しっかり。どうしよう、このままじゃおじい様が。もしかしたらあれを取り戻したらおじい様が助かるかもしれない。怪我が治るかもしれないんだから。待って、フォレット。行きますわよ。
戦いでした。行きますわよ。
強いよ。苦しい戦いでした。行きますらよ。おじいちゃんは
まだ望みはある。さあみんな急ぎましょう。行きますわよ。ここだわ。この宮殿に最後の音符がある。そしてサタンクローズもいる。どうなってんのここ。変な空間だね。奴の作った幻覚だわ。惑わされないように気をつけて、ボーボー。あいあい。でした。現れたわね、サタンクローズ。あなたの好きにはさせないわ。願いの音符を返しなさい。いやだもん。でもその大きなマシュマロちゃんを触らせてくれたら、
考えてあげてもいいかな。何よ。これとあれ、変態だよ。変態、変態。変態ですと？失礼な。その禁句を言った者には容赦しないんだもんね。無稽、無稽。願いの音符を返す気がないなら力ずくで取り返しますわ。こっちも力ずくでマシュマロちゃんを触っちゃうんだもん。力ずくなら負けませんわよ。あなただけは許しません。その光の扉はあなたが自ら開いた罠よ。因果応報、もう一度魔界で反省しなさい。助け。これで終わりね。何か眠ってしまったのか。それにしても冷えるな。誰かおらぬか。よかったですわ、おじいさまが無事生き返って。
お前たちのおかげじゃ。本当にありがとう。どれ、今夜はクリスマスじゃ。お礼にわしが何でも願いを叶えてやろう。遠慮せず行ってみなさい。え、どうしましょう。私、温泉にでも行ってのんびりしたいですわ。おお、温泉か。そうじゃの。たまにはみんなでくつろぎに行くのも良いかもの。フォレットたちは温泉旅行に来て羽を伸ばしていた。家のお風呂もいいですけど、温泉はやっぱりいいですわ。フォレットの持ち肌も一層つやつやね。お姉様ったら、あちちちち、温泉ってなんでこんなに暑いのかしら。とってもあったかいでしょ。ねえ、何隅っこでモジモジしてんのさ。うぅ、やめて、こっち来ないで。みんな楽しそう。この幸せがいつまでもいつまでも続きますように。